どうしたらいいかわからないんだね。ソラミ、それは僕にもどうすることもできないだろう。ソラミ、君は自分で考えるしかない。でも、だって私はまだ生まれてから。僕だって大して長い時間を生きているわけじゃないよ。僕も君と同じだ。僕を産んだのは母親ではなく試験官だ。僕は語でゼロって意味らしいのよ。ただそれだとヌルじゃないのかしらね。まあそんな名前にしてたら縁を切っていたところだわ。あなたは神として生み出された。
今だけは私の子よ。一人称なんてどうだっていいじゃない、ねえ。ねえ、刹那。私は刹那じゃないと思いますが。いいのいいの、私が呼びやすいようにしているだけだから。まあ、あなたが自分のことをそう認識してくれるなら、それに越したことはないけど。大丈夫なんですか？あなたがなろうとしているものなんて、世界中で様々な名前があるのよ。なら、私が私にだけ通じる名を与えたところで問題ないでしょ。お、笑った笑った。いい感じ、いい感じ。大丈夫、大丈夫。あなたは新しい神になるの。笑って、泣いて、たまに怒って、それで幸せならば、私はそれでいい。なる、それは他の人に言わない方がいい。そうね、あなたの言う通り。美しく強い肉体って何なのよね。背中に鬼でも貼り付けろっていうのかしら。まあ満足いく成果だわ。僕の体が？そう、あなたは強い。間違いなく、疑いようもなく、この地上で最強を誇る肉体を手に入れたわ。なる？あなた、自分を特別視しすぎてない？そんなことはないと思うけど。愚かね。あなたは刹那に生きるものよ。
確かにあなたは特別。でも特別だけならいくらでもいるの。なる、あなたが何を言いたいのか僕には理解できない。もうすぐきっとあなたは特別な存在となるけれど、それだけは忘れちゃいけないわ。切な、切な、切な。私の可愛い、愛しい、憎い切な、愛しているわ。教えてあげる。あなたは違う、違うんだ。嫌だ、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 嫌だ。結局足りなかったのは時間なのだろう。僕は生まれて1年目、神として人間の上に君臨するにはあまりに幼かった。予定通り3年待てばまだ耐えられたかもしれない。覚悟して神となれたかもしれない。違う！僕は神じゃない！神なんかじゃない！僕は違うんだ！神になんかなれるものじゃない！僕は人間だ！
たの。なる。声を上げちゃダメよ。滅ぼしてしまったのね、世界を。目に焼き付けなさい。肌で感じなさい。耳でその響きを聞き届けなさい。まぶたを閉じ、耳を塞ぐことなく受け止めなさい。できない。できる、できないじゃない。やりなさい。でも、だって、だって。そうよ。確かにあなたも思っている通り、この世界は爆薬のようなものだった。本来なら見逃されるほんの小さな火花だけで滅んでしまうような脆弱な世界だった。でもそれでも火をつけたのはあなた。火がつくようにセッティングしたのは統一政府のお偉方だったとしても、つけたのはあなた。僕は悪くないの。でもあなたの責任なのよ。ちょっと複雑だけどね。ごめんなさい。生きてる。さあ、この手を握りなさい。地獄より恐ろしく、天国より心地よい世界、天と地の狭間にある東京バベルへ招待するわ。
目を覚ませ、クムツサラミ。君は自分の名前を選んだ。自分の人生を生きている。誰が何と言おうと、それは変わりのない事実だ。今君は脅かされている。それは君の責任じゃない。助けを求める権利があり、僕はそれに応えよう。だが、生きる理由は君が探すべきだ。生きてくれ、ソラミ。その、なんていうか、君に泣き顔は似合わない。自分で探す。探してみる。そっか、そうだよね。他人に押し付けられた理由はやっぱりダメだ。あ、刹那と話せてよかった。助けに行く。必ず君を救ってみせる。ならないや、全部忘れちゃった。いいよ、ゆっくりで。僕は君が無事であれば助けに行くだけだから。刹那、待ってる。いかがでしたか？ソラミが無事だということが分かった。感謝する。いいえ、これも天使の義務ですから。義務か。君も過去を滅ぼそうとするのか。さあどうでしょう。ただ過去の世界が不要になりつつあるというのはあの方の言う通りでしょう。どうしてそう決めつける。あの方がそう決めたからです。震災によって荒廃した世界を立て直すよりは一から想像した方がずっといい。理にはかなっていると思いますが。想像はそんなに簡単なものじゃないだろう。そうでしょうか。役割を与え配置するのは前回と一緒ですから。踏襲するのか。さあどうなるかは私にも分かりませんね。確実なことはただ一つ。新しい世界を創造するにはこの世界を完膚なきまでに滅ぼさなければならないということ。させるものか。全くの無駄な努力だと理解するまで抵抗はどうぞご自由に。では私はこれで。大地の章、宇宙の章、共に完璧。今からこの本を展開する。その上で誰もが忘れた、誰もが求める存在の名前を探す。誰も名前がわからないのに探せるものなのか。名のある天使の項目を一つ一つ漁っていくという方法がいいと思う。確かにそうですわね。では開く。アルキストラテーゴスことミカエル。
我々天使すべての王さ。彼ではないな。大天使ガブリエル、彼でもないだろう。大天使ラファエル、それに大天使ウリエル、彼らでもないな。みんな覚えている。彼らではない。彼だ。彼のことを忘れているはずがない。彼のことを思い出さないはずがない。もし今までそうだったならば。そうだな、我々は恋に忘却させられていたと考えるしかあるまい。小さき神、10の恩寵と136万5千の祝福、72枚の翼と48の宝石を持つ最高位の天使。メタトロン。かの大天使であるなら世界を創造することも容易だろう。神に最も近いメタトロンならば。僕は力関係まではよくわからないのだが、ミカエルより強いのか。ミカエルはもちろん強い。大将軍の名を冠しているのは伊達ではない。だがそれはあくまで軍団としての強さ。単体で考えた場合、ミカエルが勝てたかどうか。正直に言おう、勝ち目はない。少なくともまともに戦って勝てる相手ではない。でも勝たなくては滅ぼされるのでしょう。滅びが彼の意志なら仕方ない。いや、私としては抵抗する気ではあるが、なんというか玉砕覚悟であることは否めない。ならば未来に屈するのか。ラジエル、ここで僕たちが屈したらどうなる。彼は新しい世界で古い世界を塗りつぶし神になるんだぞ。そんなことは分かっている。彼ならやってのける。造作もなく新しい未来を作っただろう。
私にはそれを否定する権利がない。だってそうだろ、パンドラは崩壊した。天使も悪魔もほとんどが消えてしまった。私には新しい世界を作ることなど不可能だ。だから、それでも僕たちは未来を否定しなきゃならない。あの天使の作る未来はどう考えても最悪だ。それに関しては私も全面的に賛成です。この世界に未来は必要ありません。いずれにせよ、俺たちとて滅びたくはない。最後まであがくしかないか。ラジン、確かにメタドロンは強大だろう。勝てる相手ではないかもしれない。それでも戦わなくてはならない。全員の意見が一致したところで、ひとまずこれからどうするべきだと思う。俺たちは巡礼に戻るつもりだが。問題はそこがメタトロンの領土となっている可能性が高いことです。しかし、となると本来の主はどうなった？殺され。言わないで。いや、殺された可能性が高いだろう。そうだな。僕がメタトロンに連れ去られた場所には本当に何も存在しなかった。あれはひょっとすると作りかけの天国だったのかもしれない。ふん、だとするならば、やはり行動を共にするのが妥当か。そう嫌がるな。俺だって嫌だ。お前も嫌なのか？ああ、先ほどはっきりと分かった。お前は俺を嫌っているらしいが、俺も負けず劣らずお前が嫌いだ。礼を言う。僕たちは大変に気が合うらしい。いや、合わないのか？第7階層へと行こう。どの道私たちには前に進むしか選択がないんだから。よし、行こう。そして見つけた。さあ、褒めたたえるがよい。行くとするか。はい、アダム。ラジル、行こう。さよなら、アナフィエル。さよなら、みんな。図書館も壊れ、ここも朽ち果てていく。もはや知識が集まる場所はない。君が作ればいいじゃないか。
前向きに検討しよう。なるほど、これはひどいな。対策を講じていたにもかかわらず、この頭への痛みは、このヘドロ化した魂のせいか。おやめください。ここに存在するのは、かつて天国で暮らしていた者たち。この質量では、あまりにも無限に近い。無駄か。彼らに救いは永遠にありません。というよりも、もう救われているのかもしれません。ラジエル、大丈夫か？急ごう。あまりこの回廊にとどまるのがいいとは思えない。確かにな。では邪魔な連中にはおとなしく消えてもらうことにしよう。無駄ではあるが、時間稼ぎにはなる。真剣デュランダル、露払いだ。すべてを一切合切吹き飛ばせ。ふん、しばらくはこの状態を保っていられるか。やがて先ほどと同じようになるだろうが、少なくとも気分よく第七階層へは行けるはずだ。はい、ありがとうございます。では行くぞ。ここは新宿だな。ひどい正気だ。参りましょう。早くヤコブのはしごを見つけなくては。その前に支配者がいるかどうかを確認しなければならないだろう。あら、そういえばそうでした。歌舞伎町の方に行ってみよう。確かに魔力の密度が濃いな。もっとよく見ると魔力があそこに集中しているのがよくわかる。何かがいるのかもしれない。行ってみよう。これはラファエル、それにガブリエル。これがラファエルとガブリエルなのか。
なんだ、あれは。ラジエル、確認したいんだが、この像が本物のラファエルとガブリエルなんだな。そうだと思う、うん、これはラファエルとガブリエルだ。おそらくだが、自らが望んで変化したらしい。こうなることを望んだ？どうしてだ？ともかく、ラファエルとガブリエルが魔力を放出してあのビルを守っている。どうすればいい？ひとまず魔力を止めなければ。空間属性追加、ヒッレベル3。なんだこれは。まだいる。まずいな。ガブリエルが逃げ出して止められるか。時間がかかる。少し待って。来た。傲慢の銀獅子。こちらはこちらで何とかする。お前もお前で何とかしろ。こう思いな。お前のためじゃ。イブの。俺もラジオに。ラジオ。お前だけは変わってしまえばいい。ラジエル。せつだ。ラジエル、どうした？私は。ラジエル、しっかりしろ！一体何が？何でもない。
ないの。ラファエルとガブリエルはすでに死んでいた。彼らは死に際に自身の体を一種の装置にしたみたい。あの魔力の壁で建物を包み込むため。どうやらここの支配者は他ならぬこの二人だったみたい。生きていたか。ラファエルとガブリエルですか。そちらは何かあった。鋼鉄の天使、生物とも機械ともつかない連中に襲撃された。それ以外にめぼしいものはなかったな。強いて言うならば、東京都庁舎を守っていた魔力の壁が消えてなくなったことでしょうか。なら、行くか。ヤコブのはしご。行くぞ。あまり急がなくても。未来はたくさんあるんだから。いいえ、違います。天の刹那との会話は、良くも悪くも、あなたに生きるべき理由を見出せたようですね。まだ、見つけてないのかな。あなた自身が見つける必要はありませんよ。あなたの存在する意味は。あなたが未来を確定し、投影させる。もう、あまたの平行世界など二度と誕生しないように。それが、あなたの役割です。少なくとも私はそんなこと望んでなんかない。天道刹那を幸せにしてあげたいとは思いませんか。え、彼は自分の過去を告げましたが、一つだけ隠している事実があります。
ます。彼の人生はバカバカしいほどに短い。ご存知ありませんでしたか？天道刹那。望む未来がきっとあるはず。その未来だけを救い上げて、他は潰してしまいましょう。そうでもしなければ救われませんよ。100億の人間を見殺しにしたのに、でも彼はそう思い込んでいる。そう思い込み幸せになるまいとしている。そしてもちろんその代償をきちんと支払おうとしている。それはだから、いかなる未来においても彼が救われることはない。過去と切り離された未来ならどうでしょうか？過去と切り離されたならば、彼は代償を支払わずに済む。彼を連れて行けばいい。新しい世界のアダムとして。私…アダム。なんだ。天国にたどり着いたら、それでお前の役割はおしまいか。殉教する。それは神がいた場合の話だろう。メタトロンは天国を支配している可能性が高い。ということは、逆に言うと神はメタトロンの暴虐を止められないのだ。それを神が人類に対する試練と考えているならば、それでもいい。だがもし神が止められない状況に陥っているとするならば、どうする？それは。新たな神にお伺いを立てるのか、それとも自分で選択するのか。わからん。わかれよ、アダム。さもなきゃ立ち止まるしかないんだ。なら、お前はどうする？クムツトラミという女の子を助ける。彼女が平穏な生活になるように努力する。その後は別にどうでもいい。どうでもいい。死ぬまで生きるだけだ。そうだな。忌々しいな。
お前の言うことももっともか。今、お前は何がしたい？天国へと至った後、お前は何がしたいんだ？お前の望みを叶えてやるべきだと思ったんだが。私は何もありません。あなたと静かに過ごしたい。ただそれだけで十分です。そうか。到着したな。ここで間違いないのか。大地があった、建物もあった、木々もあった、動物もいたはずだ。なのにこれは。まあいい、行くぞ。作り立ての世界、そんな感じだな。なるほど。膨大な量のアクアビーターを使って天国という存在そのものを塗りつぶしたらしい。アクアビーターはどんなものにも姿を変えることができる。無論大地にも。だがさすがに量が圧倒的すぎるせいだろう。変化するのはまだ先らしい。ということはやはりここは天国で間違いないのですか。ああ、かつてあなたが過ごしていた場所で間違いない。メタトロンの仕業だろうか。天国というのは天使と許された人間だけが住む土地。そんな神聖な場所にこれだけのことをやってのけるのは彼しかいないだろう。ここはすでに彼が想像した世界の天国。我々の天国は塗りつぶされてしまった。
僕は空見を探しに行きたいんだ。待って、その前に我が父を探してほしい。塗りつぶされた天国のどこかにいるはず。道理ではあるが、どこかとはどこだ。そもそも神とは見えるものなのか。私も見たことはないが、感じ取ることはできる。ただどこに行けば感じ取ることができるかというと、あくまでこの天国は塗りつぶされただけだ。大体でいいから、場所がわからないか。イブ、どういうことだ。ラジエルのレゾンデートルはご存知ですか。いや、知らない。彼女のレゾンデートルは記録。本来彼女は記録するだけの天使です。真実を書き、知識を与える、それが彼女の役割だった。セファーラジエル、起動。ですが、あの本は例外中の例外なのです。この世のどんな魔導書や気候本よりも貴重なあの本だけは。そう、誰も彼もが信仰した。アダムも、ノアも、ソロモンも、アブラハムも、ヤコブも、この本の知識によって神の与えた試練に挑んだ。天使たちの間ですらそれは常識であり、神にすら影響を与えた。そう、セファーラジエルに書かれたことは全て真実だと誰もが認識した。そしてラジエルはあの本の著者、あの本に唯一記録できる存在。つまり、虚偽も真実も含めて本に書かれたもの全てを現実にフィードバックする。それがラジエルの力。ラジエルが持つ本の力です。レゾンデートル、可変、スパイラルカルマ、我が眼前に神あるべし。Thank you.
生命から最も遠い場所にありそうだ。我らが父、我らが神の正体。こいつは生きているのか。できたとしてそれが救いになるのだ。交代しろ、早く。だって大雑把な方針は決まっているだろ。ああ、スケールは違う。要は徹底的に押しつぶした方の勝ちということだろう。そういうことだ。物量勝負だ。というわけで、巻き添えを食らう前に貴様はさっさと離れた。お前が離れろ。巻き添えにするぞ。あの二人とも仲良くね。嫌だ。クリエーション第一強制発動します。リアタルです。
トラテーゴス。ラジル、こちらは手一杯だ。自分の身は自分で守ってくれ。分かってる。セブンビースト、フルファイヤー。アダル、少し下がれ。問題ない。いいから下がれ。神滅兵装ミトラース。この世は全てが動かしている。なんだこれは。
消火剤。これは炎の柱。かつて神は彼の肉体を使って生み出したもの。出てきたというわけか。間違いない。神は死んだと。今日この瞬間、その言葉は真実となった。神は死んだ。メタトロ。もはやこの世界に神は存在しない。人間を自分に似せたと虚偽を振りまいた。おぞましい形状の化け物は存在しないの。久しいと言うべきか。メタトロ、お前がやってきたことを今さら断崖する必要はないと思うが、それでも問いたい。なぜだ。なぜ、なぜと問う。神の秘密ラジオではお前に問う。あの姿を見て、それでもお前は神を信仰できた。最初に見たのはゲテ。ゲテ。彼女は私に姿、神の姿を見てしまった。神がいかなる存在かを理解してしまった。私は彼女に教えられ、彼女の目を通して神を見た。くだらない。着物ですらない。私のせいだ。自分自身に誓いを立てた。いつか必ずこいつを倒すと。こんなものの分際で俺は地上を浄化するための大洪水を起こしたのだ。その挙句に壊れて壊れて震災を起こし、あまたの世界を滅ぼし、ヘブンを血で汚した。これを罪と言わず何とする。メタトロ、一つ聞かせてくれ。震災を起こしたのはやはり我らの父なのか。それは誰か。確かにそうだ。もうこの世界は終わりだ。ラジオ、お前も分かっているな。何もかも終わりだ。違う、まだだ。まだ終わってない。ああそうだ、我々はまだ終わっていない。行き先はもはや未来しか存在しない。だが、その未来は全ての過去を葬り去った世界だ。それがどうして。過去の亡霊よ、私が作る過去など必要ない。ラジエル、セファーラジエルを捨てよ。それは過去のものだ。この本でかつてあなたも天上の知識を得たはず。それを捨てろと。
だこれ。世界はふさわしく我々のもとへ来る。ザレ事を。ザレ事では、お前を作り上げたのは生き残った天使たち、すなわちラジン、カマル、レミエ、そしてこの私だ。誰も私に気づかなかった。私はいついかなる時でもパンドラに、ただの天使として、ただの悪魔として、ただの人間として。なお前に俺が作られたとして、それがどうした。父親に逆らう。黙れ。お前は先ほど他の三人と言った。イブを救いの対象から除去した。許せぬ。俺にはそれがただ許せぬ。あのセリフを吐いた時点で、お前は俺の敵だ。父であろうと兄であろうと、お前は俺の敵だ。無用。確かにもはや問答は無用だな。お前は天使が作ったと言った。我々がお前に何のセーフティーも仕込まないと思った。新しい世界の新しいイブだ。その名は古い。ソラミはどうしたのかと聞いている。ソラミ、
ツソラル、君のレゾンデートを起動させるとき。未来の扉を開く。見つけた。そこには希望があり、絶望があった。そこには悪意があり、善意があった。そこは楽園と呼ばれ、地獄と呼ばれた。あまたの矛盾を内包せよ。あまたの要素を内包せよ。あまたの可能性を内包せよ。そして、それらすべてを捨て去り、単一を選択せよ。進むべき時間よ、止まるべき時間よ。その扉に身を委ねよ。その扉に身を捨てよ。世界はすべて断ち切られた未来のために。イエルザレム。メッセンジャー、彼女を頼む。かしこまりました。というわけだ。あとは君たちを倒し、私と彼女、そして未来へとつながる者たちがあの扉から出て行く。このくだらん現実と切り離された希望に満ちた未来へな。暴食の罪を。良心なき快楽、知恵の残りもなく、ただひたすら食らい尽くす汝が姿を世に示せ。全ては未来のため。切られた。ステータスを遮断して、そのままに仕事ができる。
メタトン、お前は天使だ。天使である以上、虚偽は許されぬことだ。一つ質問させろ。なんだ。自分が作り上げる世界はこうあるべしなどと考えているわけじゃない。お前は単に過去が嫌いなだけだ。蔑まれた記憶、崇めた者からの裏切り、そういったものはごちゃ混ぜになる。ただ何もかもが嫌になっただけだ。違うか。どうしたメタト、煩わしいくらいの殺気を出して今の言葉が気になった。小心者の大天使。いいだ、お前の傲慢をさばいてやろう。投げるぞ、使え。アルキストラテーゴス。鋼のものだ。お前が使うな。私のものだ。君たちに未来を見せミトラース。生き残ってから伝えることにする。ミトラース、オードリジェクト。人は大地に入る。ここは貴様のいるところではない。合わせ、バカ野郎が。言われなくとも。
伝説を基盤として構築された。人間は地上で生きる、我がものである。何を？黙れ。そして行け。まあ遅かれ早かれ同じことでは、自身を犠牲にして他者の命を数秒長引かせるといやはや生贄の羊にふさわしい。その身を神に捧げようと思っていた。それが君のレゾンデール。ふさわしい死に様だ。そうだ。そこで何をしている？降りてこい。見下されるのがそんなに嫌だったのか。この世は全て機械が動かしている。
神など存在しない。神になどすがらない。神に祈らない。神を信じない。神を求めない。我らが求めるは自由。神の複雑怪奇な鎖から解き放たれるため、挟みちぎるものなり。ユニバーサルマシン、時の氏神、これを魔器にして西方を鋳造する。真剣ディオスクロイ。この僕を拒絶してみろ、メタトロン。黙れ。刹那の生きるべき理由だ。大天使メタトロ、お前の夢も希望も生きる理由も全て理不尽を上回る大理不尽をもって僕が打ち砕く。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。お前の過去は知っている。神になろうとした失敗作で100億の人間をその口一つで誇った大罪人めが。私がお前に打ち砕かれるはずがない。打ち砕かれていいはずがない。神たる神がまがい者の神に敗北するなど。いいや、レータ殿、
どちらもまがいものなんだ。お前も神になる、なれやしない。抜かせ。そんなものが神であるものか。それが神なんだ。そうならなければいけないんだ。やだ、お前の言っていることが正しいなど認めてたまるものか。我が全てをかけて認められる。あなたの束縛を断つ。行くぞ。よみがえれ。
神。そうか、私の負けか。僕の勝ちだ。かつて私は人だった。大洪水という理不尽を許すまいと神すら断崖した。私は神に拾い上げられ、天使となった。蔑みもあった、妬みもあった。だが私にはあまり気にならなかった。天使であろうとする自分で精一杯だった。気づけば神の最も近くに存在するものとなっていた。神はやはり遠かった。姿すら見えなかった。ゲテル、助けて、メタトロン、助けて、助けて、助けて、お願い、見たくない、見たくないの。私は見てしまった、我が父のお姿を確かにこの目で見てしまった。どんなお姿だった？見てみればいいじゃないか。私が見たものをさあ見てみるがいい。Thank you.
ただ誰も悲しまない世界を作りたかった。ただ誰もが笑える世界を作りたかっただけだった。はあ、私は道を間違えたのだろうか。いや、間違ってなどいない。何？間違ってなどいない。自分の世界を、未来を守るためにやったことなんだろう。たとえ手段が誤っていたとしても、それだけは誇っていいことだ。私は努力した。そうだな。そして君に敗れた。それはもうどうでもいいことではある。だが未来だけが心配だ。未来は僕たちが作ろう。過去の亡霊のくせに未来と。それにお前は。ステイシくらいにはなれるだろうさ。誰かが僕の後に石を積む。積めなくなれば、その後にまた誰かが積む。過去をやり直すことができないように、未来を作り直すこともできない。私の世界に欠けていたものはそれだったのか。ようやく分かったのに、ようやく理解できたのに、これで終わりか、終わってしまうか。まだだ。そろそろ出てきたらどうだ、メッセンジャー。ええ、分かっております。もう終わりだ。メタタロンが死んだ今、この世界を打ち滅ぼす存在はいない。神も死んだ。何もかも終わったんだ。いいえ、まだ終わってはいません。戦う気か？戦ったところで私に勝ち目はないでしょう。レゾンデートルを見出したあなたは、あらゆる理不尽を打倒する存在だ。付け加えるならば、アダノもいる、ラジエルもいる。こんな状況を打開できるほどの力を私は持ち合わせていませんので。なら空見を渡せ、今すぐにだ。彼女のことが心配？当たり前だ。彼女のことを愛しているのですか？ああ。例えば
彼女がイブで、彼がアダムで、結ばれる定めにはないとしても問題ない。強奪する。そうですか、それはよかった。私としてはアダムの方がいいのかもと思いました。少々お待ちくださいませ。クグツソラミを連れてきます。刹那、ソラミ、ねえ、メッセンジャーに聞いたの。本当にもうすぐ死ぬの？やだよやだよ、死なないでよ。刹那が死ぬならそんな未来いらない、必要ない。それは違うよ、ソラ。死ぬのは怖い。もうすぐ死ぬというならなおさらだ。でもそれはおそらく変えられないことなんだ。だから、でも死ぬ前に何かを成すことができた。ソラミを助けることができたんだ。僕は明日死ぬとしても、僕が僕なりに精一杯やったことを誇って死にたい。生きたくないの？生きたい。だけど己の過去を捨て去ることはできない。だって僕は君のことが好きだから、好きになったから、過去を変えたくなどない。ソラミ、おいで。ありがとう。うん、刹那だよね。天道刹那だ。私のこと覚えてるよね。君こそ僕のことを覚えているのか。覚えてるよ。天道刹那、かっこよくてちょっと変で楽しくて綺麗な目をしている男の子。かっこよくはないが変ではないと僕としては主張したい。そこは訂正するんだ。怖かった、もう会えないかと思った。夢じゃない。自分をつねったら痛かったし、
戦っている時も痛かったから、多分夢じゃないだろうが。私とキスしたの覚えてる？屋上で。ここだけの話、僕はあの時酔っていなかった。知ってたよ、そんなこと。泣いていいかな。状況が状況だっただけに仕方ないとは思うけど、できれば僕は君の泣き顔は見たくないんだ。でもごめん、泣いちゃう。だって嬉しくて嬉しくて。会いたかった、ずっと会いたかった。いろいろあってすごくショックなことがたくさんあって、私なんて空っぽの存在だって思わされた。君は空っぽなんかじゃない。刹那との思い出だけが私の全てだったの。だから、だから、ラジエル、メッセンジャーの大群はどうすればいい？とりあえず、縛るかな。だそうだ。おとなしくバクについてくれるだろうか。バクに着く前に少しお話ししておきたいことがあります。皆さんすっきりとした解決を見たいでしょう？すっきりとした解決、まだ何かあるの？ええ。イブ、アダムにはまだ言ってないのですね。やめて。アダム、あなたは。やめて！お願いだから、やめて。やめません。私の役割ですから。これがアダム、そして天道刹那、あなたたちは共に最初に出会った時から奇妙な反発を感じたでしょう。ああ、それがどうした？それは同族嫌悪です。いえ、同種嫌悪とでも申しましょうか。アダム、あなたの基礎設計部分は天道刹那を元にしています。何？ありていに申してしまえば、あなたは天道刹那の模造品です。今となっては劣化コピーと称した方がふさわしいかしら。俺が天道刹那の？それは私とイブしか知らないこと。ラジエル、あなたも驚いているでしょう。バカな。アダムの肉体はちゃんと準備していたはず。そ
それを廃棄しました。ああ、心臓だけは使わせていただきましたが、心だけは複製できませんからね。なぜ、どうしてそんなことを。動機が不明、わからなさすぎる。ええ、そうでしょうね。だってこれは復讐のためですもの。彼女の可愛らしい復讐ですよ。復讐？ええ、この世すべてが滅んでしまえという可愛らしい復讐です。この世すべてが滅んで。ええ、そんな可愛らしいお願いのために彼女は震災を起こしたのですよ。イブが震災を。イブさん、この果実を食べれば世界の真実が見えるかもよ。できると思ったのです。あのお方ですらあっけなく精神を破綻させたのですから。あなたが。ええ、神を汚染し破綻させたのは私。神を媒介として天使を汚染させたのも私。ただ予想外だったのはコーラスでしょうか。もっともそれは予想を上回る戦果というだけ。
天国は閉鎖され、生き残った天使たちは絶望にうめいた。地獄も水没し、平行世界は打ち壊されていった。あの天使たちの歌はより面白く、円滑にことが運ぶようにしてくれました。ミカエルによって東京バベルが作られたことだけは誤算でしたけれど、私は再び天使たちに呼び戻され、共にアダムを製造することになりました。笑わせますわね。私はアダムのことなど何も知らないというのに。まして神を元通りにするための人間を作るなんて、私にはとても我慢ならないことでした。あなたは私の奴隷、肉人形にしか過ぎない。例えば私がこう言ったらどうなると思います？アダム、ひざまずいてくれませんか？自分の思う通りに動かない気分はどうですか、アダム？イブ、あなたの望みは何？あ、望みですか。簡単で明快で、この上なくシンプルなもので、うんざりなんです、世界すべてに。滅んでしまえばいいんです、こんな世界は。世界最初の女としてそのくらいの権利はあると思います。アダム、命令します。立ち上がって私を殺しなさい。メッセンジャー、あなた。これで全て終わるはずです。しばらくお待ちを。さあ、アダム。うざまね。
死ぬと考えれば誰だって怖いものだ。え？アダム。なんだ。先ほどの命令を断る。どうして。どうしても何も嫌だからに決まっているだろう。そういう問題ではなく、お前にひざまずくことも、お前の靴を舐めろと言われたなら自身の感情はともかくとして従おう。だがお前を傷つけることだけは絶対にしない。それが夫婦というものだろう。違う。何が違う。私とあなたはそんな関係じゃない。そうじゃないの。夫婦なんかじゃなかった。愛してなんかいなかった。利用していただけ。そうでしょ。お前がそう思っていなかったとしても、俺はそう思っていた。やめて、やめてよ。お願いだから私を殺して。殺しなさい、アダム。断る。愛してなんかない。俺はお前を愛している。嘘つかないで。愛してないと言ってください。ついているつもりはない。お願い、やめて。もうやめて。私はあなたを操っていた。たばかっていた。それでいいんです。許されなくて許すも許さないも、俺は最初からお前のことを全て許している。俺はお前の夫だ。至らない部分が多々あっただろうが、それでも俺はお前の夫として作られた。お前が世界全てを敵に回すほどに許されない罪を犯したとしても、俺はお前を許す。それがお前の夫としての務めだからだ。そして俺はお前を守りたいと思っている。心から。私の夫なのですね。そうだ。なら私はあなたに恋をしてもいいですか。あなたは
私に恋をしてくれますか。くれるも何もとうにしているよ。私の最後のわがままを聞いてください。天道刹那を、傀儡空海を殺してください。世界を滅ぼしてください。ああ、それがお前のわがままならば喜んで叶えよう。俺はお前の夫だからな。メッセンジャー、お前はラジエルを抑えろ。俺が天道刹那を殺すまではな。お前が本当は誰に仕えているかなどわからないが、今は俺の言葉に従ってくれ。わかりました。アダム、君はその道を選ぶのか。空見、イブ、離れていろ。始めようか。そうだな。奇妙なものだ。そうだな。禁止しよう。
この剣は威力が足りんな。まったくだ。天道刹那、俺はイヴのために生きている。イヴのために戦う。イヴのために死ぬ。それが俺のレゾンデートだ。お前は何だ。お前はクルトソラミのために生きているのか。世界に寄り添いたいだけだ。ソラミと共に歩きたかっただけだ。そのために理不尽を打開して世界を支配してもやる。やはり道は違う。思いも違う。そうだ。もうそろそろ終わりにするか。ああ、何もかも。ケミカズチ、
力を貸せ、雷帝。火力を、デヒボス。レゾンデートルはこれすべて彼女のために。僕のレゾンデートルはこれすべて世界の理不尽を打ち砕くために。激流の心臓だ。この臓器だけはお前と違うだろうな。確かに。俺は死なん。この力のすべては彼女のために。体のすべて、細胞のすべてに至るまで。故に己の体で最強であるパーツを持って武装する。エリュトロン・カルディア。機械が動かしている。あらゆる理不尽、力でねじ伏せるために。神を創造する、神を鋳造する、それが天道刹那、レゾンデート。召喚ユニバーサルマシン、時の氏神。セルミ。え？
急に。ごめん。3年過酷に働けば2年に縮まるかしら。
世界は凍るように冷たいわね。決まってんだろうが！ここまでか。最初の一歩でつまずいて、よかったのか悪かったのか。いいだろうさ、何事も中途半端はよくない。アダム、すまん。どうやら嘘をついてしまったようだ。いいえ、私はとても。目がかすむ。近くにいてくれ。はい。アダム。ただ一人になるのが。
少し怖い。俺の魂は自意識を保てないほどに失散して消えてしまう。それが嫌だ。大丈夫です。そうか。私とあなたは夫婦ですもの。やめる時も健やかなる時も共に。死が二人を。死ですら二人を分かつことはできません。君が望む通りにはなるだろうね。そう、天道刹那、あなたもアダムと同じ未練を抱いて、後悔を抱いて、死にたくないと願って、それでも死ぬのね。いい君だと。アダムが憎んだ最初で最後の人間、彼が関心を抱いたもう一人の人間、それがひどく妬ましい。彼が愛していたのは君一人だけだろ。私は彼の全てが欲しかった。憎悪も例外ではなくて。してくれた。私に愛を注いでくれた。生まれて初めて大切な誰かを愛せた。それで我慢します。行くのか。ええ、彼と共に。仕方なかったわけじゃない。ただ僕は生きていたかった。君を死なせたくなかった。何よりアダムと戦うべきだと思った。Thank you.
からどうすればいいのかな。さてね、わからないな。せつな、嬉しそうだね。ソラミは何がしたい？学校に行きたい。結局行ってなかったことが明らかになったしね。そりゃいい。僕もそうしたいと思っていたんだ。それがあなたたちの願いね。リリス、リリス、よかった、生きてたんだ。まあ面倒いのでそういうことにしておきましょうか。でさ、リリス、これから私たちってどうすればいいのかな。そうね、それは自分で決めるしかないわね。一つだけ確実なことは、これでソラミとはお別れってこと。え？だってそうでしょ、あなたは本来未来の人間。神とメタトロンが死に絶えた今、世界は元に戻ろうとするわ。となると、もともと未来から引っ張り出されたあなたは未来に帰るのか。そういうこと。ちょっと待って、それじゃあ。世界は正しい方向に戻る。過去と現実は未来へと地続きになって、あるべき状況になる。じゃあこれでみんなとはお別れなの。そうね、お別れよ。した方がいいかもね。いや、僕は。二つ、あなたにとって強烈なデメリットがあるわ。ちょっと来なさい。一つは、刹那も知っての通りね。で、もう一つは、どうする？彼女は強制的に未来に送還されるけど、あなたはついていくかどうかを選べるわ。あなたが決めなさい。ソラミ。え？何？すまない、どうやら君と一緒に行けそうにない。え？でも心配しないでくれ、後でちゃんと追いつくから。信じてくれ。うん、わかった。信じるよ、刹那のこと。
それじゃあ一つだけいいかな。あ、いいの？いいの、これでいい。ありがとう。ああ。それじゃあ行くね。さようなら、せつな。また会おう、空見。それでよかったの？ああ。うん、それではあなたは現実に骨をうずめるのね。そういうことになるだろうな。向こうに行って可能性を切り開くことだってできたでしょうに。平穏な日々が僕は何より欲しかった。まあ向こうに行って苦しんで苦しんだ挙句に死んでしまったら空見の心に傷を残すとか、そういう計算もあるんじゃない？ないよ、そんな計算。まあいいか。せつな、お疲れ様。動かなくなったか。なんだ、もうそろそろ終わりじゃないか。仕方ないから仕方ない。
そうだな。屋上に行くか。到着したか。素晴らしい。